ここもアンデッドの巣窟になっている。気を引き締めていきなさい。集落と同じ。邪悪な魔力でグールが巨大に膨れ上がったの。大した力を持ってね。倒せば大量のマジックストーンが手に入るでしょう。
ましょう。
邪悪な魔力に詰まったアンデッド、あの神、嫌な予感です。刃を直接受けるのだけは絶対に避けなさい。怨念と邪悪な魔力でできている。もう一度大量の人間の怨念と邪悪な魔力が集まって生まれたアンデッド、あの神、嫌な予感を避け、刃を直接受けるのだけは絶対に避けなさい。それ、どうして大量の人間の怨念と邪悪な魔力が集まっているアンデッド、あの神、嫌な予感をする。刃を直接受けるのだけは絶対に避けなさい。ならないくらい純度の高い怨念と邪悪な魔力でできている。実体が希薄だから物理的な攻撃はほとんど透き通ってしまうように。そんな、どうすれば。不死者の弱点属性なら効くと思うけど、それが無理なら、アンデッドにはアンデッドを見つけてやりなさい。あいつが生み出す魔物たちは同じ力を持っているから、奴の体に干渉できるはずよ。